航空中央音楽隊音楽隊は諸外国の軍楽隊に相当する航空自衛隊の部隊である。航空自衛隊の職種の一つである音楽院の隊員で編成され音楽演奏を主な任務とする。同様に陸上自衛隊と海上自衛隊にもそれぞれ音楽隊が編成されている。音楽隊及び音楽隊も参照航空自衛隊音楽隊の任務は 大きく次の4つに分類される。儀式、式典演奏音楽隊の最も重要な任務として、国家行事における演奏や、外国要人等が、来日時の式典演奏を行う。式新作隊員の式の新作のため、各基地を訪問して演奏を行う。広報活動自衛隊の広報活動の一環として、定期演奏会などの演奏会をはじめ、CD 録音。 テレビ番組の収録及び民間の行事において演奏を行う。国際的な活動国際軍学祭への参加等、国際親善を目的とした広報活動を行う。航空自衛隊には防衛大臣直轄部隊である航空中央音楽隊があるほか、各地域を管轄する4つの航空方面隊にもそれぞれ音楽隊がある。 東京都立川市の立川文遁基地に駐屯している。遠隔1月8日、浜松基地業務部音楽隊が18名編成で仮編成される。7月25日、中央への進出が認められ、立川文遁基地に移住。第一補給どころ、広報半付けになる。4月26日、ドアンゴが主催するイベントニコニコ長会議2015に出演。 4月29日、社団法人日本勘だ、吹奏楽学会から、第25回日本勘だ、吹奏楽アカデミー賞を受賞。9月22日、ドイツデュッセルドルフ市で開催された、ドイツ国際軍学祭2018に、参加、映像1。9月28から30日、オランダロッテルダム市で開催された、オランダ国際軍学祭2018に、参加、映像2。 11月10日、金城天皇の即位の礼宿が5列の儀における、遠藤総額を権田原交差点で行う、映像3。各航空方面隊にそれぞれ直轄の音楽隊がある。各隊長の階級は3等空佐、または1等空位。音楽隊員になるためには自衛官採用試験に合格するだけでなく、9月頃に各音楽隊で実施される舞台説明会に参加し、 実技を行う必要がある。募集対象は容易に空きがあるパートのみであり、その応募倍率はパートごとにそれぞれ10から20倍になる。音楽隊員になることができる自衛官採用試験の区分は自衛官候補生、一般総候補生及び一般幹部候補生である。入隊後には採用区分別に自衛官としての基礎教育を一般隊員と共に教育隊で受ける。 その教育期間中に、改めて音楽要員の適正検査を受ける。検査に合格した者は教育隊の課程終了後、航空中央音楽隊で約1ヶ月間の集合教育訓練を受けた後に、各音楽隊へ配属される。2020年現在は、音楽大学を卒業して採用される者が多いが、一般の大学や高等学校を卒業して採用される者も,も一部にいる。 これらの他にも、留学、大学院、フリーランス、大学中退など様々な経歴の隊員がいる。音楽隊には他の職種のような十課学校はないため、即戦力であることが求められる。楽器の練習のほか、付加職務としてデスクアークも行う。また、自衛官としての基礎体力練成のために、筋力トレーニングやランニングなどの体育訓練を行うほか、 更新演奏訓練、基本教練、小銃射撃訓練などを行う。自衛隊の多くの職種では、1歳以下の階級の者の定年は60歳未満で、あるが、音楽の職務に携わる、自衛官の定年は、階級に関わらず60歳と定められている。航空中央音楽隊ドイツ国際軍学祭。航空自衛隊チャンネル2020年7月12日、閲覧。 航空中央音楽隊オランダ国際軍楽祭。航空自衛隊チャンネル2020年7月12日、閲覧。ノーカット、完全中継。天皇陛下即位パレード、祝賀五列の儀特別番組。TBS ニュース2020年7月12日閲覧。ありがとうございます。